今回はサウンドピーツさんからご提供いただいた Air4 Pro ワイヤレスイヤホンをご紹介します。内容物はイヤホン本体、日本語の取扱説明書のみ、 USB ケーブルは付属していません。本体の質感は上々で安っぽさはないですね。充電端子は C タイプです。隣にペアリングボタンがついています。Bluetooth のバージョンは 5.3、 Qualcomm の Bluetooth チップ QCC3071 を採用し、音質や接続の安定性、遅延や通話品質などオーディオに重要な各性能を向上させています。最大 96kHz 24bit というハイレゾ相当のデータレートも伝送可能。音質面では ActX ロスレスもサポートし、CD 品質の 44.1kHz 16bit のロスレス再生を実現しました。 13mm ダイナミックドライバーの採用で、クリアな中域音と自然な音質を再現しています。イヤホン本体が満充電の状態で 6.5時間、付属の充電ケースを合わせて使うと26時間の音楽再生が可能です。防水性能は IPEX4 です。アダプティブアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。イヤホンの装着状態やユーザーの耳の形状に合わせて周りの騒音を自動的かつ継続的に微調整することで、移動しながら常にリスニングを最適化することが可能です。さらにイヤホンをつけたまま会話やアナウンスが聞けるヒアスルーモードも搭載しています。使用してみると、このヒアスルーモードが意外と便利だったりしました。いちいちイヤホンを外さなくても、再生音に対して外の音が大きくなり聞きやすくなります。ノイズキャンセリングの逆ですね。この切り替えは、左側のイヤホンを 1.5 秒タッチするごとにノイズキャンセリングモード、ヒアスルーモード、通常モードと簡単に切り替えられます。サウンドピーツ Air4 との違いは、ActX ボイス対応により音声通話帯域が2倍になり、通話音質が非常に良くなったこと、装着検出機能がついたこと、風ノイズ低減機能がついたことなどです。続いてペアリングの仕方です。まず充電ケースの蓋を開け、ケース裏面のボタンを3秒押します。するとイヤホンが検索に出てきます。これに接続して準備完了です。マルチペアリングにも対応しているので、2台の Bluetooth 機器と同時に接続することができます。イヤホンはカナル型で快適な装着感になっています。商品に興味がある方は概要欄に商品リンクを貼っておきますので、参考にしてください。価格は8480円。性能に比べかなりコスパが良い印象を受けました。概要欄に Amazon クーポンコードを載せておきますので、それを使用すれば発売特別セール期間中は6106円で購入できるそうです。安いですよね。今回はサウンドピーツ Air4 Pro ワイヤレスイヤホンのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。